こんにちは。こんにちは。今日は何するんですか。みかん飴作るんです。ゴーが YouTube で見てずっと作りたい作りたい言ってたみかん飴を今日はついに作ります。イエイイエーイイエーイ。みかん飴の材料をまず言います。今日はみかん4個分作ります。4個分。みかん4個、グラニュー糖を 150g、 上白糖でもいいらしい。あとはお水 60cc。 みかんは最初にお湯で茹でると剥きやすいらしいから、1分茹でて冷やしておきました。だからもうね、剥きやすくなってる。そうなんだ。まずはゴーにみかん剥いてもらおうかな。いけますか。で、このね、こっちから剥くと剥きやすいんだって。このこっちヘタがついてる方、ね、ちょっとベタベタする。ちょっとベタベタする、茹でたおかげか白い筋が結構綺麗に取れるね。綺麗なオレンジだわ。でちょっとこういう残ったとこは手で取ってきます。じゃあ母ちゃん剥くから、ゴーはじゃあこれ一個ずつ取ってもらっていい？いいよ。うん、バラバラに。この剥くの上手だよ。うん、いいねいいね。あら汁めっちゃ飛んだ今。ピュー言ったね。着替えよう、後で。うん、後で着替えればいいよ。ここは綺麗好きですからね。汚れるとすぐ着替えるもんね、ちゃんとね、うん、よし、じゃあこっちもお願いします。茹でたみかんって初めて剥いてるけど、すごい剥きやすい。味変わるのかな。ね、ちょっと一回食べてみてごらん。ちょっと潰れてんのもらおうか。うん、うん、あんま変わんない。美味しいね。うん、うん、美味しい。最高。こうフルーツの中で結構あれじゃない、うん、みかん大好きじゃない、うん、一番食べてるね、家族の中で。うん、ネネもみかん好きなんだけど、ネネより食べてるかも、ゴーが。はい、じゃあお願いします。このみかん最高だな。最高だな、うん、いいの選んだな、うん、これさっきゴーがスーパーで選んだんだよね、うん、よし、OK です。じゃあ手洗いましょう。落ちないでよ。うん、落とさないよよく落とすから怒られました。剥き終わりました。裸に来たよ。え、裸、肌着に来た。肌着逆ですけど、いつも逆に来てるの。なん反対反対。次はこの竹串にこれをつけていきます。竹串、ちょっとね、これ針で危ないから気をつけてね。こうしてブスッブスって。ブスブス、いいね。ブスブス、お、こんなもん3個にしとくか。こんな感じでちょっといっぱい作っていきます。いっぱい作っていきます。やれない、難しいか。じゃあ5を取ってカチャ刺してくね。こんな感じにしました。皮がなるべく破けないようにしなきゃいけないらしいんだけど、ちょっと破け気味なので大丈夫かしら、ちょっと心配です。まあ、うまくいくことを願って。よいしょ、プスプスプスっと。今日は何したの、保育園で。こう言ってたね。あとは芝生の方で遊んだ。あ、芝生で遊んだの。へえ、いいでしょ、最高でしょ。最高。ゴーいつも公園で笑ってる。笑ってる、うん、あ、そうなの、うん、どうやってふだんって、うん、結構よく喋ってるよね、先生とは。先生にもようやく慣れてきたね。で、ようやく慣れてきた頃に進級っていうね、うん、先生変わっちゃうからね、うん、寂しいよ。全部刺し終わりました。1,2,3,4,5,6,7,8,9 本になりました。まずはお砂糖入れます。そしてお水入れて、でこれを加熱する前に混ぜるんだって。よくこんな感じで、
で昔作った時に大失敗したことがあって、なんか温めてる途中に触っちゃったから結晶化って言ってさ、すごい固まっちゃったんだよね。それは絶対しちゃいけないらしいので、火をかけたらもう触っちゃダメだって。いろんな人のみかん飴作ってる動画見たんだけど、大体5分から6分ぐらい中火で温めるのが一番いいらしいから、まずは5分温めてみようと思います。今2分経ったとこです。ボクボクしてきました。今3分経ったところです。結構泡のブクブクが大きくなって、少しとろみが出てきた感じです。5分経ったので止めてきます。よし、じゃあこっからは時間との勝負なので、ちょっと急いでやっていきます。いつも大量に作ってるお店の人はすごいな、職人だよね、職人。はい、塗り終わりました。これ1個取れちゃったんですけど、なんとか塗り終わりました。このまま常温で30分から1時間ぐらい乾かそうなので、そのまま置いていこうと思います。うまくいくかしら。1時間ぐらい置いたところです。さあ、ゴーさん、出来上がりました。はい、どうですか、念願のみかん飴です。どれにする？お、カリカリいってる、いい感じ。うん、よかった。もりもり食べるじゃん。うまいかある？まだいっぱいあるよ、うん、ねねも大好きだから、ねねにも後であげようか。嫌なの？うん、え、もう一個？ドドン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 、こんな感じです。酸っぱいの？ごちそうさまでした。はい、おいしかったですか？はい。何点ですか？50点。うん、50点か。うん、じゃあもっと頑張ります。パパ、30点。さあ食べますか、早く。ご飯ご飯ありました。じゃじゃんじゃじゃん、ゴーが作ったの？全部ゴーが作った。いっすいません、いただきます。いいっすいません、いただきます。いただきます。え、待って、めっちゃ美味しい。今回割とさ、カリカリしてるでしょ。うん、でもやっぱすごい汁が多いからさ、難しかった、作るの。京都の人めっちゃうまいやん。そうそう、だからお店の人ってほんとすごいよ。誕生日、全部フルーツアメス、うん、全部？しんどぶどう、みかん、いちご、うん、ぶどう美味しそうだね。え、ごちそうさまでした。じゃあ、ちょっとこれね。あ、そうだ。また見てね、バイバイ。チャンネル登録、高評価、インスタ見てね。今バイバイしたら、また見てね、バイバーイ。ぜひみんなも作ってみてね。あなたを食べに行きます。あなたを食べに行く。